ウィリアム・ケール・ディクソンはフランス系スコットランド人の発明家である。トーマス・エジソンの雇用家におけるムービーカメラの発明でクレジットされている。世界初の映画監督及び撮影監督の一人であり、世界初の音声付き映画ディクソンエクスペリメンタルサウンドフィルムの監督としても知られる。観客に公開したアメリカ最古のフィルム。 ディクソンの挨拶のスチル写真バイオリンを弾く、ディクソン・ウィリアム・ケール・ディクソンは、1860年8月3日、フランス・ブルターニュのイル・イコール・イコール・ビレケン、ル・ミニーク・クシュル・ラニスで、フランス人の母とスコットランド人の父の間に、生まれた。父親は、ディクソンの幼少時に亡くなった。ディクソンの発明した、キネトスコープはシンプルなものであった。一連のいくつかの画像が、 回転するホイールの背後で照らされたレンズの前を通過するというもの。事実、エジソンはこの新工夫風にほとんど価値を見出さなかったが、エジソンの発明した蓄音機を広めるには役立つかもしれないと考えた。1894年1月7日、リクソンはモーションピクチャーの特許を受け取った。間もなく、エジソンおよび ニュージャージー州、ウェストオレンジでの映画分野の同僚ジョナサン・キャンベルとの膨大なディベートの後、ディクソンは従来使用していた19ミリ幅のシングルスプロケット式フィルムから、さらに安定すべく、両サイドにスプロケットがある35ミリのフィルムに切り替えた。エジソンは、機材のデザイン変更に、必要も利益も乱すことはなく、フィルム幅を大きくすることを、否定的に受け入れたが、 ディクソンとキャンベルは、テクノロジーが前進するのならば、この改変は重要であると判断した。現在のスタンダードは、以来変わらず35ミリの、両、サイドスプロケット式フィルムである。1894年後半から1895年初頭に、かけて、オトウェイとグレーのレイサム兄弟、及びその父ウッドビルレイサムの特別顧問に、就任した。彼らは、 キネトスコープ展示におけるリーディングカンパニーを経営していた。映写機のシステムの開発を追求し、おそらく、ディクソンの助言のもと、エジソン製作所の元従業員、ウジェーム・ローストを雇った。1895年4月、ディクソンは、エジソンの元を離れ、レーサム一派に加わった。ローストのそばで、後に、レーサムループとして知られることになる発明を支援した。 この発明は、以前可能であったよりも、もっと長尺のフィルムの撮影と上映を可能にする、ものであった。元エジソン製作所のチームは、アイドロスコープ映写システムの実現をもたらし、同システムは、1895年5月20日、世界史上初の映画の商業上映に使用された。ディクソンは、レーサム一族と共に、アメリカンミュートスコープバイオグラフ社を設立した。 グループの一員であり、その後、1897年に、英国に戻り、そこに永住した。帰英後も、ローマ教皇を撮影する、党、同社での仕事をした。1935年9月28日、イギリスミドルセックス州トイッケナムで死去。75歳没。現存する最古のサウンドフィルムとして、ディクソンエクスペリメンタルサウンドフィルムが、 アメリカ国立フィルム登録簿に2003年に登録された。また、インターネットムービーデータベースの作品コードの0000001は、ディクソン監督の短編無声映画、カルメンチータである。ありがとうございます。